全日本学生自治会総連合は1948年に145大学の学生自治会で結成された日本の学生自治会の連合組織。略称は全学連。現在、5つの団体がそれぞれ独自に全学連を名乗っている。2018年現在では大学の学生自治会の連合組織としての実態はほとんどなく、 日本共産党、または震災翼党派の参加の学生団体が全学連を名乗っているとされる。5つある各全学連について、以下において、それぞれの団体ごとに、現在の状況を中心に説明する。ここでは上部、または関連組織に、系をつけて便宜的に区別する。なお、各全学連が自らについて記載する場合は、民生系全学連を除いて、 全学連などと委員長名を併記することで区別するのが通例である。なお、上記の加盟学生自治会は大学からの公認非公認は問わない。1948年に145大学の学生自治会で結成され、当初は日本共産党の強い影響下にあった。しかし、1955年以降は日本共産党への批判派が主流派となった。 1960年代には安保闘争などで激しい学生運動を展開したが、その過程で組織が分裂し、1970年代以降は学生運動の指導的地位にあるとは言えない状況にある。全学連大会と歴代委員長の一覧についても、全日本学生自治改装連合の歴史を参照。デモを行う角丸派。 全学連活動家格丸派系とされる全学連である。連絡先は創造者。2017年現在13大学14自治会が加盟。拠点校自治会は2005年時点で北海道大学の北京大旭川全学、大地区大全学、国学院大全学、総大社学、小一文、二文、津田塾全学、学習院。 横国経済、愛知大豊橋ピルマ、名大理、金沢大教養、教育、文、大行大一部、二部全学、奈良女全学、鹿児島大共通教育、竜大全学、沖国大全学の16大学。2007年時点で、代理徴収制度によって、国学院大学や愛知大学ほどの自治会費を徴収していた。 しかし、口述する大阪経済大学での自治会、非公認後、自治会費のうち約70万円が、首都不明金となっていることが発覚した。このように過激派の資金源になるという事情から、学内管理の強化に取り組む大学側が、徴収制度を廃止、任意支払いを周知徹底したことにより、学生自治会の納入率は年々と低下している。参加には、首都圏全学連、 北海道、北新越、東海、関西、九州地方の各共闘会議と沖縄県学連を持つ。長年、角丸派の拠点校とされた早稲田大学では、1990年代から2000年代前半に角丸派と同派の影響力を排除しようとする大学当局との間で激しい対立が続いた。その中で、同然学連の加盟自治会であった。 小学部自治会が1995年7月に、社会科学部自治会は2005年3月に、早稲田大学から公認を取り消された。同全学連の活動家は、全学連フラクションに組織され、さらに5年以上、ZF で活動した者は、丸学同格丸派への加盟が認められることが多い。5年というのはあくまで目安であり、実際にはそれより早く、 丸学童院となる者も5年以上活動しても丸学童院になれない者もいる。学生活動家はドーハが借り上げる拠点大学周辺の集合住宅に共同で居住することがあり、2006年にはドーハが町出しに2億7000万円をかけて鉄筋コンクリート地上6階地下1階建ての居住施設を建設し首都圏の学生活動家を住まわせている。 新館行事を通じてオルグした新入生を集めて学生マーチと称する集会を行うことが恒例となっている。2010年、早稲田大学において社学自治会を中心に学費値上げ反対の署名活動を展開。6月に大学当局に要請文を提出した。2011年9月、加盟自治会に対して代理徴収した。 自治会費を支払うことを拒否していた大学を学生自治、サークル活動を破壊するものとして批判する緊急声明を発表、同10月より大学に対して自治会費支払いを求める抗議行動を行った。2016年7月、フランス核実験50周年に際して全学連多七派遣団を仏寮多七へ派遣した。日本共産党、 日本民主青年同盟系とされる全学連で、本部は2014年時点では東京都国分寺市にある。かつては国立市にあった。2012年5月時点で、実際に同全学連の活動に参加している学生自治会のある大学は8である。2010年代半ば以降、活動を休止しているとされる。以前の公式サイトは消失しており、 公式ブログは2015年10月、公式ツイッターアカウントは2016年4月の更新が最後である。以前から同禅学連や全国大学院、政協議会と連携している奨学金の会のサイトには全学連中央執行委員長を奨学金の会の副会長としている旨の記載がされているが、サイトの最終更新日は2018年5月である。 公式ブログ及びツイッターにて自分たちのみが正当な全学連であり、他団体は勝手に全学連を名乗っているに過ぎないとする立場を表明している。2017年に週刊ダイヤモンド編集部が中核派、全学連委員長へ取材した際、同席した中核派メンバーは実態をもって学生運動をしている全学連の中に日本共産党系もあると表明した上で、 共産党もシールズが出てきて以降、全学連とは名乗らなくなりましたとの見解を示した。なお、シールズ結成の後になる2016年2月に、全学連第67回定期全国大会が実施されている。期間紙は、粗学。一度廃刊となったが、2012年にはコピー機で印刷している。印刷部数はおよそ1000部、定期購読部数は150部以下となっている。 その他に全学連新聞を発行。2007年より京都府学連を中心としてなお2012年5月現在で実際に同全学連の活動に参加している学生自治会のある大学は8であった。2012年6月には同全学連の屋台骨とも言われていた東京大学教養学部学生自治会が脱退を決議した。 同自治会は脱退の理由として、共産党及び全学連による不当な介入があったこと、全学連の運動感が一面的であり、学生の意識を反映していないことなどを挙げ、その上で自治会連合体としての実態を失った全学連に分担金を支払うことはできないとした。これが民生系全学連にとどめを刺したと見る向きもある。また、 立命館大学法学部自治会は2013年6月19日に開会された2013年度法学部定期学生大会において全日本学生自治会総連合及び京都府学生自治連合だったに関する特別決議案を賛成多数によって決議し、脱退した。加盟自治会は加盟分担金を全学連に払うことになっているが履行しない自治会が多い。 2011年頃の東京大学教養学部学生自治会の加盟分担金は全学連加盟分担金合計の約4割を占めることとなった。2012年頃には東京都学生自治会連合、京都府学生自治会連合、愛知県学生自治会連合等があり、都学連には東京学芸大学、東京農工大学が京都府学連には 立命館大学や京都市立看護短期大学など愛知県学連は日本福祉大学や名古屋大学などの自治会が加盟していた。京都府学生自治会連合は2014年に活動を休止している。愛知県学生自治会連合は2016年12月まで公式ツイッターの更新をしていたほか2016年12月には 愛知県議会に対して、給付型奨学金制度の導入に関する、請願活動を行っていた。2018年現在では、全機産地方組織の HP は閉鎖されているか、更新が途絶えている。選挙運動をする中核派、全学連活動が中核派系とされる全学連で、ある。2017年現在五大学五自治会が加盟。拠点校。 自治会は2005年時点で、東北大全学、法大経営二部教養、不大全学、京大能、広大全学、旧大学友拐の六大学。また、2008年時点で、山形大学、弘前大学、秋田大学、新潟大学、大阪市立大学などでも活動を展開していたほか、京都大学熊野両自治会に大きな影響力を持ち、東北大学、 有りともと山形大学学寮の自治会を掌握していた。同派系全学連公式サイトによれば、沖縄大学にも同派系の学生自治会がある。京都大学では2012年以降、それまで存在が境外化していた同学会を同学会規約を参考にした選挙によって再考したとしている。2018年選出の委員長は、 東京大学教養学部の学生であるが、東京大学教養学部学生自治会は全学連に加盟していない。2017年に週刊ダイヤモンド編集部が中核派、全学連委員長へ取材した際、同席した中核派メンバーは、全学連は共産党、中核派、角丸派と解放派に2つの敬語団体あること、実際に学生運動をしているのは、 共産党、中核派、核丸派の各全学連である旨を回答している。2010年1月、上部団体と共闘関係にある、韓国、全国民主労働組合総連盟主催の、全国労働者大会に、全学連活動家が派遣された。同年、法政大学では延べ24人が逮捕、富山大学では、自治療改修工事反対のビラを配布していた2名が、逮捕。 2011年3月、アメリカが州国カリフォルニア州における学費値上げに反対するストライキに学生活動家を派遣したほか、6月には上部団体と共同関係にあるブラジルのコンデュータス大会に小田委員長を派遣した。同年、法政大学では入試上戦で6人が逮捕。2011年9月には斉藤カオルシンが委員長に就任し、 以降7年ほど務めた。2012年、京都大学で既存の自治会であり、表だった活動をしていなかった、京都大学全学自治会同学会の掌握に乗り出し、同学会役員の意向を無視する形で、役員選挙を実施、同学会を再建したと宣伝した。これに先立って、丸学道中核派、兄弟支部は、学生自治会権力の確立を訴え、また、 同学会、再建直後にも、大々的なアピールを行っている。兄弟当局は6月22日付で、国時代午号を発し、選挙方法に疑義があるとして、再建同学会を交渉相手とすることを拒否したが、前進市場で、当局が選挙の向こうを絶叫していることこそが選挙の勝利の地平だと主張。7月6日には、再建同学会は、 キャンパス内にて集会を開き再建を宣言した。2012年の定期全国大会では、法政大学、東北大学、福島大学、京都大学での活動が記載された。同年11月、東北大学にて全国の学生活動家を結集させ、東北電力への抗議集会を実施、そのまま大学キャンパスに居座って自治会選挙を実施し、 自治会が多数の信任を受けたとアピールした。また同年より、京大、東北大に続く獲得目標として、広島大学自治会の建設を訴え、2013年7月5日に自治会選挙を行い自治会を再建したとアピールした。広島大学は7月25日に、広島大学学生自治会についてと題する文章を発し、 無関係な大学が介入した選挙であり公認しないことを表明した。2013年より沖縄大学での自治会再建を強く主張し、2014年には沖縄大学で学生自治会が再建した。2014年11月、京都大学校内で京都大学同学会の演説を見ていた京都府警の警察官を取り押さえ、 大学当局に引き渡す事件が発生。2015年10月、京都大学において、京都大学同学会と全学連活動家が、吉田南一1号館のバリケードストライキを行い、2016年2月に活動家6名が逮捕。全学連と京大同学会中室は、反戦ストライキが成功理に終わったと、大々的に発表したが、 一般学生からは迷惑という声が上がったほか、報道などではバリケードストライキという形態への時代錯誤性も指摘された。京都大学は4名の活動家に無期定額処分を下した。2016年の第77回大会において、警視庁公安部が参加者への暴力的な参加妨害行為を行ったとして、国訴、国家賠償訴訟を行った。 一連の法政大学での中核派系全学連、排除策動とそれへの反対運動においては、2017年6月時点で、延べ126人が逮捕されている。2018年9月には、東京大学教養学部2年の高原京平が就任した。同時に就任する副委員長と書記長は、京都大学の学生である。 2019年4月21日の統一地方選挙、杉並区議選に全学連救援対策部の道口智子が、都政を革新する会から出馬し、得票数3275票で当選する。2021年3月8日、高原は委員長から解任された。3月15日には、高原の全学連からの追放が発表された。ビラを配布する現代社派。 全学連活動家かわろう現代社派系とされる全学連である。委員長は五代和也。連絡先は杉並区下高井戸の教育学園ジャーナル社。遅くとも2007年時点から2017年現在まで加盟する自治会は存在しないものの、以前に拠点校であった明治大学、九州大学で新館を行っている。スローガンは、 反革命戦争とファシズムの危機を放棄に転化し、コミューン権力を樹立せよ。全学連は、ロシア革命と第二次世界大戦を経た現代世界において、帝国主義の行う戦争を反革命戦争と把握し、プロレタリア国際主義のもとに、全世界労働者人民の共通の利害を突き出した反戦闘争を展開してきました。都市、日本革命と武装革命を提唱し、 右翼、ファシストとの闘争、反革命各丸の、殲滅、木本グループの、解体、根絶などを主張している。警察ともみ合う赤取り出し派系。全学連活動家かは老教赤取り出し派系とされる、全学連である。委員長は、岡田誠二。連絡先は、台東区入谷の赤取り出し全学連を名乗る、組織の中で唯一公式ホームページを持っていない。 遅くとも2007年時点から2017年現在まで加盟する自治会は存在しないものの、東北大学、福井大学、徳島大学、九州大学、沖縄大学で新刊を行っている。2011年時点では、拠点校、自治会に、明大一部経営、二部寸大分、京大業、分があった。千葉大学、宇都宮大学、明治大学、 駒沢大学、東北大学、福井大学、関西大学、徳島大学、九州大学のサークルに対する活動が確認されている。長年にわたり、影響下にあった徳島大学の新聞会が2015年に大学側より廃部を宣告され、部室が閉鎖されてしまうなど、運動的にはやや後退している。2011年には、上部団体の機関紙「解放において、 加盟自治会、サークルが大学当局、警察からの締め付けの強化に苦しんでいることが報告された。この年、明治大学では学生会中出、学園会中出が公認停止、宇都宮大学、東北大学で危険団体として当局からの注意、呼びかけ、千葉大学、駒沢大学では非公認団体であるとして、新刊規制、旧大糸キャンパスでは、 自治会への便宜供与の縮小などが行われたとされる。ありがとうございます。